面白い。キンボールスポーツ。このボールなんだかわかりますか？今回は下野市からデモンストレーションスポーツのキンボールスポーツご紹介します。夢を感動へ。では今日よろしくお願いします。はい、よろしくします。まずは競技のご説明をお願いします。はいはい、キンボールは球技にしては珍しいんですけど、いっぺんに3チームが戦うそんなゲームなんですね。はい、3色に分かれてまして、はい、ピンク、ブラック、グレーと、この3色のチームが戦うと。で、自分のチームの以外の色をコールして、打つんですけど、言われたチームはそれを拾う。はい、この繰り返しなので非常に単純ではあるんですね。はい、1チーム何人なんですか？4人なんです。4人で、はい、3チーム3チーム、はい、結構いい人数が。そうですね、1つのエリアに12人が入ってます。このボールをどうやって使うのかが全然計り知れないんですけれども、はい、3人がセットして1人が打つと、そんなイメージで持っていただければいいと思います。なるほど、はい、ちょっともうすでにやらないと、見てみないと全然想像つかないかもしれない、ね。はい、やればやるほど面白くなってくる、そんなスポーツになります。はい、オムニキンピンクって言ったら自分たち来るなと思って、でその時に自分のところに来た時に楽に取れればいいですけど、難しい時走っていかなきゃ取れないです。いやー、ちょっと複雑なルールですけども、早速ね体験していきますよ。あ、これはよ、私かな。じゃあ私、ピンク、はい、ピンク、はい、よしあ、また真ん中来た、また。え、ブラック、あ、やっぱりみんな真ん中来んだ。あ、ごめんなさい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 、誰か来てごめんね、あと危ねえ、三脚危ない。どんまいどんまい。難しいけど面白くなってきましたね、ルールが分かると。ピンク、ピンク、よし、よし、やったー、イエーイ、よっしゃー、よっしゃー。ボールを追いかけていくのが結構童心に返った感じで面白い。うわ、危ない。私ものすごい全身使いますね。そうですね、全身を使うというスポーツ、あのオムニキンというのは全身を使うといった意味が入ってます。あ、そう、はい、オムニの筋肉です。そう、全部ですね。もう指先からずっと、はい、さっきは年齢が全てって言いましたけど、体も全て使うっていう。体も、はい、こんなに酷使でもこんで、ね、はい、子供から本当に大人まで、はい、そうできます。均等に、だって今別にハンディとかなかったですね。ないですね、はい、その中でこの接戦が行われたって、はい、そういうことですね。なかなか面白いですね。はい、いやー、ちょっと計り知れないですよ。勉強になりました。深いですからね、ルールいっぱいありますからね。面白いルールでね。面白い。キンボールスポーツ。キンボールスポーツの魅力は、まず年齢が幅広いということ一つですね。要するに幼稚園児ぐらいから、まあ、お年寄りまで全てができる、はい、そういったスポーツであるということ、それといろんな形で楽しめると、はい、そんなスポーツだと思ってます。キンボールスポーツはもともと関西の方から盛り上がってきているんですけど、私が思うのには今一番盛り上がっているのは東京かなというふうに思っています。で、栃木県は東京に近いので、できればそことも交流を深めて、大会に参加して、で栃木県のキンボールスポーツ人口が増えることを願っています。そして、大会がたくさんできればいいなというふうに思っています。